でもあれだね、大倉のみんなは全然こなせちゃいそうだね。フィジカルが強そう。普段どんなレッスンしてるの？トレーナーさんと一緒にやったりとか、夏葉さんが考えてくれることもあります。そうなの？はい、夏葉さんはトレーニングの知識がすごいんです。私たち一人一人に合わせてぴったりのメニューを組んでくれて、難しい動きの時はお手本を見せてくれます。いいなぁ、すごい。うちだとそういうのに一番詳しいのは先輩かな。いや別に本格的に勉強したってわけじゃないし、でも興味はあるわ。できることは増やしておくに越したことないもの。あら、それじゃあ私がメニューを考案するというよりトレーニング理論自体の説明がいるかしら。かなちゃんが B 小町の専属トレーナーに。先輩小器用だからいけそうだよね。小器用って何よ。小器用って先輩器用貧乏だからいけそうだよね。意味変わんないでしょうが。でもかなちゃん、何でもそつなくこなせるっていうのはすごいことだから。そうだよかなちゃん、他のユニットの子が言ってくれてるってことはすごいことだから。本当？本当本当。そうそう、私もそんなようなことが言いたかった。あんたはあ、